山梨県で今日行われたウェイトリフティングの全日本選手権、女子81キロ級に出場した珠洲市出身の中島素佳選手がスナッチの第2試技で100キロ、クリーン&ジャークの第3試技で131キロのトータル231キロをマークし、見事2位に輝きました。ほっとしています。次のグランプリ大会で今回の記録を1キロでも多く上乗せして、子供の時からの夢だったオリンピックにつなげていきたいです。中島選手は珠洲から初のオリンピック出場を目指し、6月にキューバで行われる国際大会に出場する予定です。